はい、速稼塾の久保でございます。ね、私たまに報告あげるんですけども、Google マップの、こちらのね、まあ、なんと言いますかね。ちょっと忘れちゃった。Google マップをね、いっぱい投稿してる人間なんですよ、私。で、すごいんですよ。ちょっと画面切り替えていきましょうね。はい、じゃあ画面切り替えます。Google マップのね、ローカルガイドか。ローカルガイドの、私はね、ランキング8なんですよ。で、ランキングは10まであって、もうすぐ私9位になるんですね。今年中に9位になると思います。日本でも数十人しかいないと言われるトップ、まあ、Google マップ、案内人なんですけども、ここ書いてますよね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。こんにちは、久保哲郎さん。閲覧回数1500万回。あなたは Google マップでトップクラスのフォトグラファーです。いや、嬉しいなぁ。ねえ。バシバシ写真上げてますからね、日本全国。本当にいつの間にこうなったんだろう。うん。で、こちら、ね。ユーベルキッズランドってところなんですけども、すごいですね。19,154 回とか、8,387 回、ヤマトくんが見られていて、7,000 回も見られていると。で、こちらの閲覧回数は20万回に達したと。笠岡駅前の稲荷っていうね、お店ですね。私、ここ利用したことないんですけども、店頭の写真だけなんですよ、撮ったの。店内の写真全く撮ってない、この1枚だけなんですけども、20万回再生されてるというね。で、おもちゃの、おもちゃ屋さん。西岡さん。これも、93,000 回閲覧されてますんで、それぞれ店舗の宣伝広告になってるんじゃないですか。で、ここは何ですか？江戸村ですね。日光の江戸村。6万回見られている。で、この前行った、財政局税務部ですね。税金払いに行ったところもせっかくだから、なんかね、写真撮ってあげとけば、少しはね、報酬になって帰ってくるかなと思ったんですけども。Google マップローカルガイドのランキング8の私がこうやってね、1500万回も閲覧していただいております。1500万、9万アクセスを取れるのはもう Google マップしかないですね。うん。これからも Google マップ活動頑張っていきます。いってらっしゃい。